川は中華人民共和国北部を流れる河川で、栄川の支流、海岸水系に属する。古くは水とも、山西省の東南の山岳地帯に発する清川と俗川の二つの川が合流して川となる。清川は太閤山脈の石灰岩と石英岩の地質を流れており、水中の泥や砂は比較的少なく、水も比較的澄んでいる。一方、 直川は、大土高原を流れており、水は泥色を呈している。二つの川は、河北省の西南辺にある河村で合流し、川となる。東へ向かって流れ、河北省市と河南省安陽市の境界を成し、立ち島で、栄川に合流する。全長は4 6 6トル、流域面積は18,200平方キロメートル。戦国時代、西門標が、 下流域の行の知事となった時期、川は洪水を起こすかと思えば干上がることもあり、農民を苦しめる川であった。流域の農民は災害に苦しみ、娘を川に投げ込み川の神の生贄にする、河箔主婦という習わしを行っていた。西門表はこの悪臭をやめさせ、郊外や川から運河を引く事業を行い、合計十人の居を築いて、水田を潤し、行を豊かにした。これは、 サイモン表挙と呼ばれており、中国でも古い時期の大規模灌え事業である。1960年から1969年にかけて上流の林県では考えを行うため、住民らが自力で岩山を貫いて川からの引水路を築いている。同盟の河川,川、川が安岐省にあり、長江の支流になっている。湖北省南県にも川と称する川がある。 ありがとうございます。